今からですね、撮らせていただく曲は、もともと今村組さんが、札幌遠征で、頑張って死ぬ気で踊っていただいた曲なんですが、以前、うちのメンバーにですね、辰巳さんという難病と戦うメンバーがおりました。で、その人が生前、先生がもう頑張って頼むから生きてくれという、ね、思いを持っていただくために応援歌として辰巳という曲を踊ってくれました。そして、辰巳さん自身は愛知県から応援していたんですが、札幌で見事ファイナルに残っていただき、映像で見ることができました。そしてその映像を見た2週間後に辰巳さんは天へと召されました。そして私たちの心の中、そして今村組さんの心の中にまだ辰巳さんはもう元気で生きていると思いますので、その思いを天に届けるために今日も私たち踊らせていただきたいと思います。そんな、重たいというかとても私たちにとって大切な曲です。皆さんもよかったら笑顔で見ていただけると辰巳さんも本当に喜ぶと思います。よろしくお願いします。それでは今言ったようにね、ぜひ皆さんも手拍子、足拍子、心拍子で私たちの演舞にご参加いただけたらと思います。精一杯出ます。よろしくお願いします。さあ行こうか。ゼロ辰巳Thank you.
会場の皆さんにね、ありがとうございました。はい、ゼロのみんなありがとうございます。